去年の分をちょっと調べてみたら結構いろんなことやってて、それをちょっとリストアップしてみたいと思います。まず1月ですね、なんと20年ぶりにスキーを復活させたということで、スキーのブーツを熱でこう変形させて僕の足に合わせた形で、ブーツを作ったら異常に快適でですね、意外とちゃんと滑れました。そしてまた1月ですね、今度はですね沖縄に、プロ野球西武ライオンズのですねホームランバッター山川穂高くん、に誘われてですね、プロ用の木製バットでプロのピッチャーが投げた球を打ちました。これね、芯に当たらないとめちゃくちゃ痛いんですけど、一応芯に当たったんで、痛くはなかったなっていう、はい、プロのバットで初めて好球を打ちました。次にですね、2月、トカチアイスバスチャレンジというですね、トカチのですね、クッタリコというところがもう、冬の間はもうすごい厚い、分厚い氷が張るんですけど、そこに穴を開けて、そこになんと飛び込んで、勢いよく飛び込むと、その穴を開けたところの、氷のこう切断面がめちゃくちゃ鋭利なので、傷つきます。僕も傷がつきましたということで、もしチャレンジされる方は絶対それを注意してみてください。ロマネコンティを持ってきてくださいみたいなイベントで、なんと20人以上がロマネコンティを持ち込んで20種類以上のロマネコンティを飲むというですねイベント、まあここには罠がありまして、今もうロマネコンティは1本200万円以下では手に入らないということでですね、多分5000万円以上のロマネコンティをみんなが一口ずつ飲むっていうイベントになってしまいました。そして2月もう一個、蔵王で、宮城蔵王でですね、樹氷を見ながら、バックカントリーでスノーボードをやるという、まあ、これもねすごく綺麗な体験でございました。そして3月、プロ野球福岡北九州フェニックスを、独立リーグで作りまして、初めて試合をやりました。応援よろしくお願いします。そしてですね4月、お湯ぶっかけ祭りというのをやってまいりました。別府は温泉水、捨てるほどあるからということで、じゃあお湯ぶっかけフェスやりましょうということで、今回去年はですね100トンのお湯をですねぶっかけて、ぶっかけ祭りやりました。次にですね5月、オリジナル、ボトラーズウイスキー、多動力をね、リリースさせていただきまして、ラフロイグの樽でフィニッシュされているというですね、非常に貴重な、ウイスキー多動力。次にですね、6月、なんとですね、ゴルフ、US シニアオープンのキャディをやりました。もう、まあ、4日間、練習ラウンドも含めてですね、バッグを担がせてもらった非常に貴重な体験でございました。その次にですね、7月、全国47都道府県講演会、コンプリートいたしました。なんと半年で、約半年でですね、47都道府県を回るというですね、まあ、よくやれたなと思いましたけれども、8月、初めてですね、沢登りでキャンプをやりました。険しい山の中に入ってですね、途中で、ガマガエルを捕まえ、そして、イワナを釣り、それをですね、油で素揚げにしてですね、最後は骨酒にして、一杯やるというですね、なかなか沢登りやりながらテントを張ってキャンプやるという、これめちゃくちゃおすすめでございます。次にですね9月、なんとですね和牛マフィアで、オフィシャルのモンクレールというですね70周年を迎えるですねブランドがあるんですけれども、ミラノファッションウィークでディナーのですねオフィシャルディナーの我々がプロデュースさせていただきまして、レオナルド・ディカプリオさんとかですね、そういった方々がたくさんいらっしゃいましてですね、彼らがに行ってらっしゃいやってきたというですね、まあ、これもね、なかなか得難い体験になりました。その次にですね、10月は私の50歳の誕生日でございます。1000万円以上シャンパンを売ったという伝説のイベント、1500万ぐらい行ったんですけど、伝説のイベントになりました。本当なんかキャバクラの周年みたいですけれども、そしてですね、10月もう一個イベントありました。カレー屋ですね、東急池上線の池上駅から歩いて3分のところにですね、カレーマンと一緒にカレーだしというオープン、カレー屋をオープンしました。皆さんも行ってみてください。そして、11月、クロアチアに行きまして、初めて子牛の解体をやりました。ですけど、めちゃくちゃヘビーな体験でした。なんつってもですね、子牛っていうんで50キロぐらいの個体かなと思ったら200キロありました。そして12月、
ゴルフ、僕も10年以上やってますけれども、初めて、パー4でイーグルを取らせていただきました。そして、自然薯掘り、これもちょっと地味な話なんですけど、自然薯をですね、初めて掘らせていただきました。トロロにして、トロロご飯にして食ったんですけど、めちゃくちゃうまかったです。そして最後ですね、餃子屋、YouTuber のヒカルくんとですね、餃子屋、近未来餃子 H オープンさせていただきました。ということで、2013年もですね、このような初体験チャレンジ頑張っていきたいと思いますので、どうか応援よろしくお願いします。トロシュトイ。